エタンチオールは有機溶化合物であり、エチルメルカプタンとも呼ばれる。チオールの一種で SH 機にエチル元が結合した構造である。他の多くのチオール類と同様に強い刺激臭を持つ。極めて因果性が高く、また体内に吸入すると有害である。消防法に定める第四類危険物特殊因果物に該当する。エタンチオールは ニライや玉ねぎのものに類似した強い刺激臭を持つ。ごく低い濃度でも人が嗅ぎつけられるほどの悪臭を放つためガスが漏れた時にすぐわかるようにガス燃料、特に LPG につけ草剤として微量に含まれている。2015年現在、ギネスブックにおいて世界一臭い物質として認定されている。1938年。 カリフォルニア州の石油会社に勤める従業員がガス漏れをしている場所にヒメコンドルが集まることを発見した。その原因がエタンチオールによるものと判明し、エタンチオールの濃度を濃くしてヒメコンドルによるガス漏れ検知を容易にした。鉱山業ではステンチガスと呼んでおり、事故などの緊急時に換気系に散布するようになっている。オンタリオ州では 鉱山規則に地下鉱山の警報システムはすべての作業場にいるすべての作業者が容易に判別できる十分な量のエチルメルカプタンガスまたは同様のガスを導入すべしと決められている。ありがとうございます。